ライターの鶴原です。今回は2023年の人気の GPS ナビとその新しいバージョンの最新機種を2つ紹介しようと思います。よろしくお願いします。 GPS ナビ、ウォッチ型のものが多いんですけれど、僕もいつも使っています。もう本当に僕は普段使いでも使ってるんですけれど、僕が使ってるのはガーミンの S70 という機種です。で、これの良さはですね、ほとんどスマートウォッチです。で、スマートウォッチとしての機能がほぼほぼ備わっているゴルフ用の GPS ナビというふうに捉えてもらって OK だと思います。で、価格がですね、高くて10万円ぐらいします。ただこれ画面越しでもわかると思うんですけれど、有機EL の液晶を使っていて、もうめちゃめちゃ見やすいです。で、このままゴルフに行ってコース図とかも出てくるんですけど、コース図とかもめちゃめちゃ見やすい、はい。で、この S70 っていう機種になってからコースの拡大表示なんかもできるようになって、初見で初めて行ったコースでも、どんなホールレイアウトになってるかパッと見で分かるし、例えばグリーン周りどんなバンカーなってるのかなみたいなのも拡大表示するともうすぐに分かるという。なんでそのあたりの機能はもうとても使いやすくて、で、普段使いでもですね、時計としても使うし、あとボディバッテリーとか、あとストレスレベルとか、あと、あんまり使うことないかもしれないですけれど、コードまで分かったりします。なので、コンパス機能ついてたりとか、そういったスマートウォッチ的な使い方もしてるっていうのがこの S70 で、実際高いですけどめちゃめちゃ売れてるみたいです。はい、やっぱりいいの欲しいなって思ってる人にはやっぱり引きがある商品じゃないかなというふうに思います。あとショットのトラッキング機能っていうのがついていて、打つたびに、ドライバーアイアン何番っていうふうに、つけていくと、ほとんど押すだけなんですけど、やっていくと、それが、ガーミンの、スマートウォッチのゴルフアプリに全部転送できて、後からそのラウンド結果をこう振り返ったりとか、あと自分のショットデータをもう解析勝手にしてくれるので、何がどのぐらい得意か不得意かみたいなのも、もう全部そのアプリで分かったりもします。なのでそういった機能も僕は使ってたり見たりもしているので、非常に便利に使っているのがこの S70 です。はい、何も今のところ不満はありません。はい、で、このガーミンの S70 はサイズが2つあります。機能は全く同じなんですけれども、この液晶のサイズが違って、本体サイズも違うと。で、僕が手にしているのが47ミリなんですけれど、42ミリっていうのもあります。で、ちょっと小ぶりになるので、女性とか、あとあんまりこうラウンド中にこの大きい時計をつけたくないっていう人は、42を選べばいいのかなと思うんですけれど、先ほど言ったように、コース図も見たりもできるので、拡大縮小できると言っても、やっぱ元から大きい方が見やすいのはいろんなところ見やすくなります。なので大きさ気にならない人は47がおすすめかなというふうに僕は思います。続きまして、ネットでとてもよく売れている人気の機種に、ボイスキャディの T9 というモデルがあったんですけれど、それの新しいモデルが登場しました。それがですね、ここにも置いてある、その名も T ウルトラというモデルになってます。これ何が変わったかというと、まず液晶画面が T9 より少し大きくなって見やすくなっています。はい、で、有機EL ではないんですけれど、ちゃんと太陽光かコースに出た時にも見やすいよというような液晶が使われています。あと細かいところで言うとですね、
ボイスキャディのこのいいところはグリーンの傾斜がちゃんとここに出てくれるっていう、そういう機能があるんですけれど、その傾斜がですねより見やすくなっています。でこれまでは、まあ、赤とか緑とか青で傾斜を示してたんですけれど、それが11段階の色分けになってました。でそれがこの T ウルトラになって58段階になっていると。なのでより細かく傾斜の具合を、画面上で見れるようになったっていう、進化点もあったりします。でこれも人気の理由はですね、やっぱりトラッキング機能っていうのがついていて、打った後に、自動的にですねどんなクラブで打ったかを推測して判断してこうトラッキングしてこうつけていってくれるというような機能もあります。あと自分は試したことないんですけれど、一応このボイスキャディの方だ と、ウェッジとかパターとかも一応反応して、軌跡を残してくれるようになっているので、まあ、そのあたりも T9 からこのウルトラにちゃんと継承されて使えるようになっていて人気の機能というふうになってます。でこの T ウルトラの方も、ガーミンの S70 に比べるとお値段はちょっと安くて買いやすい価格帯にはなっています。だいたい5万円切るぐらいのお値段なので、まあ、半分ぐらいの値段で買えますよと。で、まあ、他にももっと安いモデルはたくさんあるんですけれど、まあ、機能性で考えると、まあ、バランス取れてるのがこの T ウルトラとか、まあ、前機種の T9 あたりなのかなというふうにも思います、はい、で他にもいろいろモデル出てますけれど、まあ、一長一短といいますか、いろんな特徴をそれぞれ備えています。なので、まあ、皆さんのご自身の要望に合うもの、見やすさであったりとか大きさであったりとか、あとまあつけやすさとか、そういったものを考慮してモデル選びをしてもらえればと思います。